やっていきたいと思います。はい、サイコブレイク続きですね。今回はチャプター6からになりますね。前回は、前回配信したのが2日前ですね。そうだね、貞子を、2時間かけて貞子を倒して、はい、そっからの続きって感じになりますね。で、今んとこ、そのお肉屋さんとか、貞子とかも倒したんで、今んとこあれですね。なんだろう、そんな強敵はいないかなって感じですかね。ちょっとマイクテストするんで少々お待ちください。でもう弾薬が本当皆無状態での今回スタートになるんで、はい、でまた 4,5 人ぐらい集まってきたらまた始めていこうと思うんで、はい。でね、今日ね、鉄拳の配信を3時間やった後にそのまますぐホラーゲーム実況ということなんでね、はい、ちょっとまあでもいつも通り元気出して頑張っていきたいと思います。でどうしようかな。とりあえずね、なんかね、僕なりにね、そのね、その初めて見る怖さっていうのをちょっと驚きをね、大事にしたいと。あ、待ってました。あ、みもさん、はい、ありがとうございます。また4、5人ぐらい集まってきたら始めていきたいと思うんで、はい。そうですね。でね、結構ね、そのね、このゲーム本当に難しいんで、で、結構なんかぐだっちゃったりとか、もう、まあ今までの配信とかでも多かったんですけど、かといってね、攻略を見てね、その新しい驚きがなくなるっていうのはちょっと嫌なんでね、はい。まあで、今日もね、元気よくやっていきたいと思いますね。で、どうしようかな。もう始めていこうか。なんかやってるうちにぼちぼち集まってくるしね。OK。じゃあ今日はチャプター6からですね、頑張ります。とりあえずね、はい、頑張ります今日も。で、そろそろ敵があれですね、本当あの、ブライアンの 4LP だけじゃ倒せなくなってきましたね。で、今日はまあ、1時間ちょいぐらい、この音楽怖いんですよね、ちょっと待って。しかも今日ね、いつもよりね、この時間が遅いんですよね。もう夜中ですよね、夜中の11時前ですね、今。頑張ります。このゲームのゴールはどこにあるんですかね。え、これちょっとずつ開いてきてんね。え、知らなかった。え、いいよいいよ、見なくていい、見なくていい、見なくていいです。もうじっとしてると一定レベルまで体力回復できる。あ、これミモさんに教わったことですね。これあれだね。あれ、最初のうちこれ知ってればもうちょっとあれですね。死なずに済みましたね。え？何これ？え？どこにいるの？え？前回どこで終わったっけ？なんか、あれですね。治療みたいな可愛いもんだといいんですけど。やめて、やめて、おまわりさん、おまわりさんじゃねえ、お医者さんやめて。もうなんかさ、ほら見て、刺し方がもうグーじゃん、もう。何を驚いているの？俺は頭をいじられたのか。大丈夫ですか？無理されない方がいいですよ。あ、もう動けますね。で、え、ここどこ？あ、今回国家教会で床が崩落、教会で崩落事故発生、死傷者なし、目撃者から奇跡の声、怪我人が出なかったの奇跡的だと語る。まあなんかちょこちょこ一回ちょっと体力回復させますね。ちょっと一回、ここには危険はないんですけど、とりあえずダッシュできるように、はい。で、あのお姉さん一回ついていきましょうか。てかあれですね、なんか結構前回の配信とか見てて、女神と結構見落としてますね。じゃあとりあえず、はい、とりあえずレベルアップしに行きましょうか。で、この前ね、みやびさんから聞いたらね、弾は強化しておいた方がいいみたいなんですよ。あと、みもさんでしたっけ、弾の所持数も増やしておいた方がいいみたいなんで、特にハンドガンがいつも、弾の所持数からやりますね。どれかな、これか。で、これをレベルアップして、もうちょっと持てるようにしとこうか。で、これであと何ができる？ 2000、命中性能、OK。で、これで、OK。OK。で、ドーピング完了して。今日はチャプター6からですね、頑張ります。とりあえず、あれ、いきますね。ハンド、あ、結構あるじゃん。え？待って、ハンドガンが5発、ショットガンが3発、マインボルトが、あ、ボルト作成できるね。これで一応、ボルト作成しときましょう。ボルト作成で、フラッシュボルト、OK。OK。で、今日はあんま怖くないといいですね。で、一回セーブしますね。で、一回セーブして、OK。で、チャプター6から
はい、じゃあ今日も頑張って始めていきます。あんまね、はい、騒がないように気をつけます。すいません。そうだね、 OK。 今日はどっからだろうな。あれ、いけないじゃん。え、いけないですね。え、なんでなんで、お姉さんどうなってんの。今日いけないです。お姉さん、え、お姉さんちょっと今日いけないんですけど。え、お姉さんお姉さんお姉さん、あ、違う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 、気温玉足りなくなりますよね。そうですよね、絶対所持数上げといた方がいいですね。え、何これ、どこ行けばいいの。じゃあとりあえずこの辺、おー、びっくりした。あ、どうか。どう、どう、え、この部屋何、ちょっといろんなとこ、え、あ、あ、これこうやって通じてんだ、なるほど、 OK です。とりあえずちょっとなんかと探索してみますね、いろいろと。ね、こっちの部屋行ってみますね。おかえびよに、あー、ただいま、ふにゃたこさん、はい、今日も頑張ってます。今日も頑張ってんすか。今日入り口からいきなりつんだよ。この写真は、なになになに、これね、覚えておいた方がいいやつ。あ、びっくりした、女性の、あの教会、いや、なんでもないや。教会、はい、教会と穴の開いた、あ、ここなんか行ったことあるよね。え、え、なになになに、なになになに、え、待って待って待って、え、ね、暗くなっちゃった、え、ね、暗くなっちゃった、あ、でも動けますね。うわっ、うわっ、びっくりした、あ、お前か。ね、今日さ、序盤でこんな叫ぶと思わなかったんだけど、え、待って、こういう展開、え、今日いきなり怖すぎない。とりあえずあのお姉さん探しますね。出口6だ、出口6だ、こっちか。え、なんで停電、え、なんか、なんかこれ敵いる、敵いる、え、どっから落とした今。めっちゃ怖い、怖いですね、いきなり学部で、間違いないですね。なんかなんか禁止マークついてる、え、怖いんだけど。え、こっから聞こえてきたのかな、え、こっち、え、なんかここ暗すぎない。 OK、 とりあえずなんか目星のアイテムがないからだけちょっと、え、待ってね、早く、なんかさ、ここで怖すぎんだけど、いきなり、いきなり怖いですね。何にもなさそうかな、何もなさそうですね。じゃあとりあえずここ出て、ちょっと一部屋ずつしらみつぶしに、うわー気持ち悪い、え、お姉さん、お姉さん、どうなってんのこれ。うわ、普通にゴキブリ、なんかあれですね、なんか症状です、ね、いや、なんか声聞こえる、声聞こえる、声聞こえる、怖い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 、え、これこれ、ここにいたよね、お姉さん、ここにいたよね、で、こっちですかね。なんかあれですね、なんか画面が、これこっち行ってみますね。いい、怖い怖い怖い、うわっ、ねえ、音消え、ちょっと、なんか、なんか、誰誰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 、ええ、向かいが来てるよね、あれ、あ、でもちょっと明るくなった、ありがたい、あ、なんか衝撃波みたいなのが、暗いよ、暗いですね、本当に怖いですね。え、なんか、え、こっち、うわー、なんかいるよ、これさ、スニーキングキルでしょ、スニークキルでしょ、これ、これ絶対スニークキルだって。え、待って。これレスリー君。で、レスリー君なんでこんなとこにさ閉じ込められてるの。セバスチャン。ハロー、カイピョンさん。あ、はい、ナッチョさん、はい。そこからワープすんのかよ。そこからワープ。これさ、もうチャプター6の始め、あ、そうですね、
はい、なっちょ、サンキュー、OK。トゥデイ、ホラーゲーム、プレイ、OK。ね。あれこれ、いきなりどこ行くの？いきなりちょっと積んでない？これ、あれ、これ、扉行けないんですよね。これ、扉行けないから、いや、怖かった。あ、こっちから行くのか、OK。すごいとこから、わかりづらいな。一応、アイテムの収集のために、ちょっと箱とかを壊しながら行きますね。あ、この辺の箱は壊れないです。あ、これなんだ。強そう。ラブ実現。おー、サンキュー、サンキュー。もしよかったら教えてください。please teach me. OK. 実現。OK. あ、英語上手になりましたね。ただ、この恐怖にね、打ち勝てるかなんですよね。とりあえず上に登って、OK。で、どんどん上に、あ、明るく、あ、外明るい。あー、助かる。え、見てください。外明るいですよ。皆さんいいお知らせです。外明るいんですけど、これ外だよね。あ、外だ。皆さん空ですよ。皆さん空だ。嬉しい。もうね、もう暗いとこ行かなくていいよお前。あー、よかった。ちょっと恐怖から解放されましたね。皆さん空ですよ。みんなの大好きなお日様です。写真と同じ場所。おー、外よかったですね。安心しました。で、とりあえず、あ、これ、なに、これ。これちょっとこっち行ってみましょうか。なんかね、なんか明るいとこにはゾンビ出てこないよね、さすがに。なんか落ちてないかな。落ちてないね。オッケー。とりあえず上登って、ちょっと探索がてら。皆さん、明るいですよ。さっきさ、めちゃくちゃ怖いさ、ところでさ、3人ぐらい、視聴者がいなくなったんですよ。ちょっと怖すぎましたね、さっきは。あ、弾落ちてる。アンドガン。オッケー、上限上げたんで。で、これで。まあ、ここはハンドガンの弾だけかな。あの屋敷向かいますね、それじゃあ。とりあえず明るいところではさ、ゾンビ出てこないですよ、さすがに。てかさ、もうここでプレイしたいんだけど。ほら見て、みんな。夕日ですよ。綺麗だなぁ。なんかあの、建物の周りを。なんか鳥が飛び交ってますね。一応ね、見落としのないようにちょっとこういうね、ところもちょっと探索していきますね。そんな時間かけないんで、はい。いや、なさそうだね。行こうか。じゃあこっち。またなんかやらそうな屋敷ですね。え、これ何？あれさ、え、普通。え、ちょっと待って。一応銃だけセットする。え、これ何？普通にさ、こっちから入っちゃっていいの？でも他に入り口ないしね。そうだよね。とりあえず入ります。てかさ、ジョセフとかってどこ行ったの？あ、ジョセフじゃん。お前何やってんの？ひどい頭痛が続いていました。頭が割れそうなほどの。はい、今もですが、それに慣れ始めてます。キッド見たか？キッドってあの女の子です。気づくとここにいたんです。気を失っていた間、え、待って、これゾンビじゃねえ。ゾンビでしょ、これ。これゾンビでしょ。まずい、行くぞ。これゾンビパターンですね、絶対。あ、倒さなくていいのかな。え、てか明るいとこ取れんの、こいつ。あ、やっぱゾンビじゃん。うわ、こいつ絶対、今酒飲んでたでしょ、こいつ絶対今。ゾンビならまだいいや。あ、斧持ったよ。はいはい。ジョセフ肌きれい。よく見てますね。そうですね、こいつには。ちょっと待って、この日なんか使えそうだね。オッケー。で、数が多いな。マジか、今回。え、数多くない？いや、今回初見クリアする。必ず。早く開けるんだ。うん、オッケー、オッケー、オッケー。時間をください。くそ。ちょっと待って。あ、このドラム缶絶対使える。オッケー、で。で、このドラム缶をうまいこと使う。これはね、貞子戦で学んだんですよ。OKOK。で、この斧持ってるやつを倒すとね、斧がプレゼントされるんですよ。できれば2体まとめた方がいいよね。これで OK。
OK、完璧、いいね。いいね、完璧、完璧。で、こいつを倒すと斧をもらえるはず。斧をもらえるはず。いや、結構来てるな。待って待って、違う違う。食い止められん。焦らない。頑張ってください。ヘッドショット。OK、完璧。で、一応燃やしといて。で、あれ、ジョセフ君。あ、OK、お前強えな。お前強えな。お前一人でいいんじゃねえの。絶対さ、今さ、ヘッドショット難しくね？ちょっと待って。弾切れじゃねえよ。ちょっと一回ショットガンで一箇所に集めて。この辺。OK。OK。完璧。で、どんどんマッチでつけてく。マッチでつけてく。で、あいつも行きたい。OK。OK、完璧。上手になったね。OK。で、こいつ逃しちゃったな。まあいいや。ちょっともうちょっと集まったら、いい。OK。で、マッチ。OK。で、まとめていけた。で、こいつも。やばい、来た。あ、OK。あ、逃げます。は？は？ワンパンすぎるでしょ。え、嘘でしょ。今の、今のひどくないですか。なんだよ、あの親父め。どんだけあれなんだよ。いや、今のはクリアでいいでしょ。てかさね、このゲームワンパンすぎるんだけど、マジで。ちょっと待って、ここからね。OK、弾もある。弾もあるから、で、ちょっとね、ゾンビが集まるまで待ちます、ちょっと一回。一回ね、別にここであれしなくていいや。もうちょっと頑張れ。もうちょっと耐えろ。で、これワンパンなんだよね、本当に。ワンパンゲームなんだよね。ほんと弱いっすよね、エイトなんでも。弱さひどすぎません、ちょっと。で、うまいこと一箇所に集めて。あー、スタミナ切れちゃった。ちょっと。ね、ちょっと、おばあちゃん来てる。で、OK。このぐらいで、ちょっとうまいこと、やばい。うまいことおびき寄せて。あ、間違えた。焦らない。頑張ってください。やばい。OK。あ、でもいい感じじゃない。で、この辺で一回ショットガン使っちゃいます。ごめんなさいね。しかも倒せなかったし。でこれで一回おばあちゃんを倒してで、ハンドガンに切り替えて、でこいつヘッドショットした。 OK、 完璧。あー、来てる。でちょっと待って、この辺どうしようか。ショットガン、待って、ボルト切り替えで、このデブがね、あー、ずっちゃった。もう下手くそすぎる。いやー、マジかよ。ね、主人公さ、弱すぎない、これ。逃げましょうじゃねえよ。逃げれないんだって、マジで。あ、てかさ、別にさ、倒す必要なかった今。ジョセフさ、ね、ジョセフさ、気づいてんな、助けてよ。お前だけさ、毎回逃げてんじゃん。OK。でも、これでクリアします。とりあえず、コツ分かりました。一回。OK。で、この辺で。いやー、待って。やばい。あ、これならまだ死なないな。これならまだ死なない。OK。OK。ここ。この辺でやっちゃっていいよね。OK。完璧。で、いや、待って、違う。 OK。 で、もうすぐおばあちゃん来てんじゃん。これ以上食い止められん。焦らないで頑張ってください。待って、これでどれだけ倒した。で、これで一回火つけて。いや、待って。いやー、開いたら死んでる。本当っすよね。いやー、ごめんなさい。いや、やっぱ難しいな、このゲーム。
どうしようかな、順番的にどうしようかな。一回あのドラム缶倒す、使って倒すのはいいよね。一回ドラム缶で倒して、ドラム缶は絶対使った方がいいですよね。で結構ね、一回ハンドガンでうまいこと水強さ、うわ危ね、あいつ飛び道具ずるいでしょ、ね、このおばあちゃんさ、このおばあちゃん走り方怖いな、あの人の姿怖くない？一回こっちに集める、こっちに集める、一回こっちに集めて、でそのまますぐドラムか、ちょっと待って違う、いやもう使っちゃうこれ、ダメ、 OK、 でこのままそいつら開幕がむずいですね、やっぱチャプター進んでいくと、これ以上引き止められる、焦らない、オッケー、いいじゃない。あ、で、このままショットガン行きます。あ、ごめん。え、待って。いや、待って。来て。うわ、危ねえ。おばあちゃん。ジョセフ、待って。早くして。そんな持たないよ、長く。で、どこ。あ、痛い。あとね。開いた、行くぞ、あ、なるほどね、倒す必要ないんだ、全員は必ずしも、で、今ハンドガンが4発 OK、 ハンドガンが4発 OK、 でちょっと武器、あ、この辺にいろいろ落ちてる、なんだ、え、なにこれ、新しい武器手にありましたね、フリーズボルト、敵に命中すると一時的に凍結させ、アガニクロスボウ専用特殊ガンマン、特殊な敵以外は凍結後粉々に壊れる、めっちゃ強いじゃん、これ絶対当てないとダメですね、あとでちょっとジョセフ君についていって、オッケー、こっちね、ちょっと待って、一回さ体力回復させたいんだけどさ、ちょっと一回体力回復させますね、敵に注意しながら、オッケー、うわー来てるじゃん、ちょっと待って、これさ、あ、これまたこういうやつ、ちょっと待って、走れない、いやー待って、いやー難しい、注射器欲しいですね、開幕がむずいですね、本当にで注射器欲しいですね、本当にいやちょっとちゃんとしよう違う、あれね、やっぱね、なるほどね、序盤はこういう感じなのね、 OKOKOK、 え、待って、嘘、こっからそれはないんじゃないですか、オッケー、あ、ちょっと上手くなった、でこれはマッチつける必要ないよね、え、マジでこっからなの、きつくないですかそれ、ちょっと、じゃ弾も節約しといた方がいいですね、で、できるだけこいつでまとめてできると、いや、いやおばあちゃん一匹か、ちょっと待って、ショットガン、これ以上受け止められん、いや焦らないで頑張ってください、大丈夫、とりあえずこれで、でジョセフ、まだジョセフ君が早く、いやもうこれ撃っちゃうしかないでしょ、もうこれここで、でね、ちょっと待って、いやーちょっと待って、きついな、大丈夫ですか、ちょっと待って、ジョセフ君をあれか、鍵の解除に徹底させないといけないんだ、だから僕が、いやこれ待って、いきなりむずすぎね、これ、あ、注射器手に入った、注射器いやーこっからひどいですよね、本当に、いやーきついって、今回やばいですね、ちょっとなんかやばい予感がします、クリアできるか、カイフさん頑張ります、いやー怖い、ちょっと待って、サダクはもう見たくない、
オッケー、ショットガン、ショット、ハンドガン、ハンドガン、ハンドガン。で、あいつらを。オッケー、これは大丈夫、これはできる。これはできるね。で、この後どうしようか。この後もう一回ショットガン用意しとく。こっちの窓から奥入っていくんだよね。せっかくの駐車がひどいですよね。てか駐車器落ちてんですね、このエリア。いいことした。急げ急げ急げ。オッケー、で、ヒヒヒヒ。これ以上食い止められん。え、何やられてんの。頑張ってください。オッケーオッケーオッケー。結構調子いいんじゃない今回。で、ハンドガン、ハンドガンであのドラム缶で倒しましょう。で、一回、あ、ちょっといろいろ落ちてんね。ちょっと採取しとく。で、一回こっちに呼び寄せて、こいつらを。でも気をつけて、で体力も回復してきてね。オッケー、走れる。いやー、待って、それは来て、ちょっとどいて。オッケー大丈夫、オッケー完璧。あ、どうする、ごめんね。うわ、すげえ、これちょっと今のうちアイテムをいろいろと、でマッチも取っといて。オッケー、え、まだ終わんないのこいつ。あ、開いた、ちょっと開いた、開いた、オッケー、開いた、ちょっと待って、開いた、行きます。で、ここで火がつくから、オッケー。で、これで巻いた、オッケー。とりあえずここはね、で、マインボールと手榴弾、あ、手榴弾使えるじゃん。で、ショットガン、このゲーム難易度おかしいな、本当ですよね。手榴弾、次開幕使います。で、いろいろここで武器が入るんで、手に入るんで、はい。で、これなんだ、あ、で、フリーズボルトね。オッケー。手榴弾久しぶりに使うから使えるかな、うまく。で、この辺ですよね。この辺ですよね。で、体力回復する、普通に。オッケー。どうぞ。ちょっと待って。あれね、ちょっとね、そう、負傷してるんでね。オッケー完璧で、この間に武器を採取。ちょっとその前に一回体力を回復させます。で、あと何がある、ショットガン、あ、注射器手に入りました、ね、オッケー、奴らを頼みます。で、オッケーです、任せてください。で、ショットガンいきます。ちょっと安定なんで、これが一番。ね、なんなのこのやられんの。やべ、弾がない。オッケー。いや、ここ負けない。負けじゃない、これ。風呂入ってました。あー、了解です。はい。ちょっと待って、ショットガンいきます。え、待って、撃てないんだけど。え、待って、なんで。あ、充電してないから。いやー、待って、きついって、これ。いや、待ってね、嘘でしょね。ねえ、嘘でしょ。このゲーム難易度おかしいですね。いや、きついな。てかね、ジョセフ君遅くない、なんか。ねえ、てかさね、敵のさ、攻撃力が、あ、おかしくないかな、んでも。挑発の女国。いや、でまたこっからか。もう、死んで覚えゲーじゃん。しかも今回さ、セーブ地点がさ、かなり厳しい。これはいける。で、このうちにアイテム採取。マッチを取っといて。で、いけて。で、どうしようかな。ちょっとショットガンいっとこうか、これ。いや、でもどうしよう。ショットガンでいいよね。違う。で、これはすぐ火つけよう。 OK、 2匹まとめていった。で、このおばあちゃんはあれ、これ以上食い止められん、焦らないで頑張ってください。ドラム缶で一気に倒す。節約で、まとめてくるから、あ、いや、ちょっとあれ、ちょっとヘッドショットにやってみよう。いやー、おばあちゃん勘弁してくれよ。ピンチ。どうしようかな。
ここが難しいんだけど、いきなり。開いた、行きましょう。開いた、開いた、開いたのに、マジかよ。いやー、マジか。いやー、難しい。難しすぎる。ごめんなさい、これまだ序盤ですよね。難しすぎる。すいません。すいません。頑張りますんで、すいません。いや、難しいですよね、これ。すいません、本当に。頑張ります。これでね、達成した時のね、はい。どうしようかな。あのね、2個目の ドラム缶が使いづらいんですよね。なんか置いてある場所的に。これは大丈夫なんですよ。結構ね。あ、やべやべ、待って、やべ。あ、うまくまとめて。OK。危ね。で、このうちに弾を刺して。あ、で、これとかもあるね。あ、使えるんじゃん。あ、これ使えるやつ。これフラッシュボルト使っちゃうか、これ。待って、目くらまししたけど、どうしよう。この後。待ってね、下手すぎないですか、僕。ちょっとごめんなさい。で、これでこっちに集めて。これ以上食い止められん。焦らないで、頑張ってください。一回全こっちに集め。ちょっとあいつ邪魔なんだけど、こうなっちゃうな。でね、これね、走れなくなるとね、注射器敵がランダムで落とすんですけど、そうですね。 OK、 サンキューで、 OK、 一回ここで体力回復しますね。敵はランダムで落とすみたいですね。一回体力回復しよう。やばい。あ、これで向こうのゾンビは全員死ぬんだ。オッケー、なるほど。オッケーで、一回何が残ってる？フラッシュボルト。フラッシュボルトさ、使えるかな？とりあえずね、僕がテンパっちゃダメだわ。オッケー。で、とりあえず、この辺のアイテムを取っておくでしょ。で、あれね、手榴弾さ、さっきあったよね。あ、フリーズボルトの説明ね。手榴弾さっきあったんだけど、どこ行った？あ、注射器、オッケー、いいね。これでだいぶ体力に余裕が出てきてるんで、最初はハンドガンでいいや、とりあえず。で、とりあえずここ行きますね、また。で、落ちてるもんを、最初。あ、てか、ドラム缶移動させておくと便利かもね、これ。もしかしたら。ほら、こんな風に。そう、これでいいよね。で、あの辺落ちてくるから、ちょっといい感じに固まったタイミングで。こうなっちゃうな。いや、待って、そっちから行くの。で、ここで、行って。いやー、待って、ダメージ甘すぎる。ちょっと待って、これクリアした。これでクリアした。ちょっと待って。 OK、 いい、解除します。やつらを頼みます。 OK、 え、解除したの？文句言ってないで倒してください。さっきの前、待って、一回ごめん、一回ちょっとね、やばいから、フラッシュボルト一回牽制する。一回ちょっとフラッシュボルトで牽制します。で、これを移動させて、この間に。あれ、移動できない。え、待ってね、下手すぎるんだけど、ちょっと待って、落ち着こう。ちょっと待って、敵の数がちょっとさすがにやばいわ、これ。で、これをこいつをこの辺にやって、OK。で、ハンドガン。OK、来た。これ来たんじゃないですか、なかなか。で、ちょっとね、ごめん、弾惜しげもなく使っちゃうもん。で、ハープンボルトで、あ、違う、ハープンボルトじゃない。ちょっと待って。これ、フリーズボルト一回使ってみますね、これ。あ、ジョセフ君邪魔してるあいつを一回倒しますね。あ、もう、お前、いやー、もったいない。もったいない。お前、強えな、お前でいいんじゃないの、もう。で、あとハンドガンしかないですね。おー、危ねえ。で、一回頭狙います。 OK、 今完璧で、これ死んだのかな。で、まだいるの。え、待って、これまだいるの。いつまでかかってんの。え、もう弾
とりあえずハープンボルトで一回。え？待ってあ、解除できた、解除しましょう。オッケー、これであと出るだけ、出るだけ出るだけ、オッケー、クリア。オッケー。全力のレースで分かんなかった。見ました皆さん。オッケー、30分かかった。息子デラックスみたいなのいた、いましたね。少し休もう。さっきから動きっぱなしだ。いや、はい、早くここから脱出した方がいいと思います。間違いないです。塔に上がるから、ここの状況が把握できるし。少なくともここにいるよりマシだ。いや、待って、またこれ。で、とりあえずこの辺の。え、なにこれ。え、なにこれ。スナイパーライフル、見慣れない形をした スコープ付きのボルトアクションライフル、古く傷だらけだが手入れをされてる。 OK です。イブ来てみましたね。で、これ弾、スナイパーライフル、アープンボルト、あ、 OK、 これが、あ、なるほどね、すごいね。で、一回ジョセフ君を回復して、で、この音楽が流れてるってことは近くにセーブポイントがあるんですよ。あ、これですね。こんな雑な置き方してあるんですね。いつまでここにいればいいのかしら。お姉さん、セーブしに来ました。とりあえずついて行って、で、あちょっとお姉さん歩くの遅い。とりあえずこっちね。で、こっちで一回セーブしてきます。ここでセーブしてきますよ。OK。 で、あ、間違えた。オッケー。で、あれでもさ、緑の薬さ、緑の薬取ってないからさ、パワーアップできないですよね、でも多分これ。とりあえず。700しかないか、じゃあ無理ですね。無理だ。でもあれですね、スナイパーライフル手に入れましたね。ってことは、あれ、近いうちボス戦あるのかな？多分ありそうですよね。で、とりあえずさっきの場所戻りますけど、どこだっけ。あ、これだよね、多分この、え、これ普通のガラスじゃん。あ、なるほどね。チャプターによってこの入り口出口が違う。おー、びっくりした、お前が。で、これ先進んでなさそうですね。一回弾の確認しますね。あ、注射器一応使っておきます。なんか注射器どのタイミングで手に入れるか分かんないですよね。結構ハンドガン、ショットガン、スナイパーライフル、 OK。 一応ハンドガン持っといて、で、あれ、弾の補充はこのゲームすごい大事なんで。敵がいるかもしれません。はい、こっちか。でもちょっとこっちになんかないか、ちょっと確認。なんか地震、なに何とりあえずこっち、あ、OK、これスニークキルできるでしょ、久しぶりに。スニークキルできるでしょ。何色々意味が分かんないんだけど。とりあえずこれバレ、これ隠れて、 OK、 これで続けるね。とりあえずこいつは無視してっていうの、このボブはいいや。で、これで、とりあえず、今回、OK。とりあえずもう強行突破。あ、おの、あぁ、もう、めちゃくちゃなんだけど、もう。とりあえずこれを解除。あ、ういっ、あった、ダメだなぁ、きついなぁ。これ左で合ってたのかな、今のところ。でも、いくらなんでも左敵多すぎですよね。じゃあ次右行ってみますね。OK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 。次右行ってみます。本当ですね。てか、なんかあれ、僕ね、あの爆弾の会場めちゃくちゃ苦手なんですよね。あれ、どっちだっけ、あれ、どっちだっけ、あの鏡からいける、あの鏡から行けないか。あれ、どっちだっけ。とりあえずこっち入って、こっち行って、で、なんか、あ、そうだ、あそこだね。OK。じゃあ行きます。で、とりあえずこれでさっき左行ったんで、次右行ってみますね。
ジョセフが、でも、ね、ちょっと待って、注射器をまずとりあえずやって、OK、お注射して、で、今度右行ってみますね。あ、なんか落ちてますね。あ、瓶か。瓶さ、僕さ、こっち行ってみようか。敵いそうですね。あ、なんか、あ、これ、こいつスニークキルいけんじゃない？スニークキルいけそうですね。成長したでしょ。でとりあえず、うわー見つかっちゃった。やっぱり案の定、ちょっととりあえずこれ上行ってきます。上行ってみます。上行って、でいやなんかさ敵多くないですかこのエリア。でこれ別にさ戦う必要ないよね。かなりショックボルト、敵が触れると放電して行動の自由を奪う。アガニクロス防戦の特殊手段。床壁なのか敵にも接着することができる。なんか敵の敵麻痺させるみたいな感じみたいですね。でこれ何、これ何、これ何、え、これ押せないんですけど。あ、レバー降りてるね。はい、じゃあ、え、待って、え、何これ、あ、これ何、武器全部、あ、違うか、上から狙われてます。え、待って、あ、待って、え、やばくないこれ、え、これずるいよね。ゴンドラを全滅させれば塔に入れます。ゴンドラを全滅ってことは、あいつらをこれさ、あいつらもこれ食らうのかな。あ、ジョセフ危ない。あ、お前強えな。これスナイパーですね。でこれ隠れながら移動する感じですよね多分。ジョセフゲーなんだけど、で、これで、あ、これこっから入る感じ、こっから入る感じだ。あれ、これいけないじゃん。え、どっち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 、とりあえず隠れながら、あれ撃ってこないね。とりあえずどこ行けばいいんだこれ。じゃあこれジョセフ君守った方が良かったっけ。あ、こっちから行けそうだね。え、待ってね、これスタートして戻ってね、これ。あ、ダメだ、見つかっちゃった。あとね、テントこっち行ってみよう。行くよ、行くよ、行くよ。は？え、何してんだよ、お前。お前、何してんだよ。何してんだよ、お前。おい、何、動けない。何してんの。何してんだ、お前。え、動けない。え、すいません。意味わかんねえよ。意味わかんねえよ。何に苦しんでたんだよ。今のバグですよね、完全に。何に苦しんでたんだよ、今の。ねえ、今バグですよね、感じ。やばい、意味わかんない。なんか一人でもだい苦しんでましたね。はい、すいません。とりあえず、ゴンドラ。あ、なるほどね。スナイ、あ、なるほど、なるほど。ちょっとわかった。このスナイパーライフルで、ゴンドラ、本当ですよね。このスナイパーライフルで、あいつら、あ、間違えた。一発無駄にしちゃった。とりあえずあいつらの位置を、あれでしょ多分。あ、そうだね。え、でもさ、あいつらをさ狙撃できる位置に行かないといけないってことでしょ。ってなると、かつ敵に追われてなくてっていう。とりあえず上に上がっていこうか。そうだね。そんな怖くないね。あの、なんかあいつらを狙撃するのにいい位置ないかな。あ、なるほどね。あいついけんじゃない、この位置から。ちょっと待って、ちょっと待って、一回このターンを待とう。あいつこっち狙ってきてるね。残っているゴンドラを破壊しましょう。何？
あ、なるほど。うわぁ、敵増えたパターン。これ残ってるゴンドラ。え、どこ？開かないんだけど。しかもさ、めっちゃ敵降りてきてる。でもさ、あれさ、あのレバーをさ、来たよ、来たよ。スナイパーライフルは使いたくない。ね。ちょっとね、もったいないけど、これ使っちゃいます。これスニークキルできる、もしかして。あ、もうダメだ、もうやめた、待って、もったいない、もったいない。ちょっとね、ジョセフ助けて。いや、これ死んだパターンだな。ゴンドラを破壊ってどういうことですかね。てか、さっきのパントマイムタイムやばかったんですよね。あれ、絶対バグですよね、間違いなく。ゴンドラを破壊ってどういうことですかね。ゴンドラを破壊？何？スナイパーライフルでゴンドラを破壊するってことですかね。まあ、ちょっといろんなことやってみましょうか。とりあえずあいつを狙撃するのは分かった。ジョセフですね。あいついつも安全なとこにいるので、なんか知らないですけど、ゴンドラを全滅ってどういうこと、それが分かんないんだけどね。あ、これであいつらを倒すのね。なるほどね。 OK。 じゃあこれさ、今の段階でさ、ちょっと入り口のとこか。こっちに移動させとこう。オッケー、いいね、いい位置に置けた。で、これで、あー、ちょっとあれが邪魔だ。ちょっと待って。これ難しいんだよね、結構。これ？あれどれだっけ？あ、あれか。これスナイパー難しいんだけど、結構照準があれね。これでしょ？いけ。で、これで、で、次、あいつらを。あいつら一回止めようか。待って、いるじゃん、後ろに。なんでジョセフじゃなくて僕なんすかね。ジョセフ、いけ、お前が倒せ、お前が倒せ。あいつを倒せ、お前だ。お、いいね。いけ。なんで戻ってくる、お前何がしてんだ、なんでこっち戻ってくるんだよ、意味わかんねえよ、もうそれで。いやもう最悪や、もうこれやりたかったことが、一回あそこ通りに行けよ。待って、ここ、いや違うんだよ、一回ここ通りに行けよ、ここ通りに行けよ、一回ここ。いやースタミナ切れちゃった、スタミナ切れちゃったなんかうまいこと言った。オッケー、で、これで無理だ。そして、OK、いいね。だいぶまとめた。お前、ジョセフ、お前。あ、そうだ、これ、あれだ。で、マッチで。で、あと1体、こいつは、ハンドガンで。ハンドガンで十分でしょ。頭さえ狙えれば。いや、頭当たってるよ。弾切れか。ちょっと待って、。いや、もう弾がないな。ジョセフ、あと頼む。ジョセフ受けましたね、さっき。たまたま。あった。これ何の弾？あ、オッケー、ショットガン手に入ったらいける。で、充電して。一回こいつが邪魔なんで。あ、オッケー、完璧。で、マッチに火つけて。で、ゴンドラを破壊ってどういうこと？スナイパーライフル？でもこれで直接狙っちゃっていいの？え？いや、無理。ちょっと待って、ジョセフさん、どういうことですか？どういうこと？ゴンドラを破壊？どういうこと？これマジでわかんない。あ、まだいるんだ。なるほどね。どこにいるの？どこ。あ、あそこね。オッケー。なるほどね。じゃあそっち。いやー、またこうやって集まってきちゃったじゃん。オッケー。やられます。出ますよ。あ、オッケー。ジョセフ君、待って。はい。待って、これさ、これだけさ、相手多いとさ、ちょっとさ、きついよね。で、これで、まとめてもらう。OK、あ、立ってるやつも。で、これで、スナイパーライフルで倒します。てかさ、めっちゃ敵倒してね。これだよね。
ゴンドラから開く位置まで。あ、了解です。あ、なるほど。近づかないと無理なの。まだいんのこれさ。え、てかさ、これさ、無限に湧いてこない。こいつら無視しちゃって倒しに行っちゃっていいんですかね。多分良さそうですね。なんかいるとし。で、ここにもなんかあります。あ、これは、どこだ、どこだ、どこだ。あ、そこね。オッケー。で、これが、うまいこと。うわぁ、ちょっと難しすぎるこれ。あ、そっか、高い位置にいないとダメなんだ。高い位置。あそこでしょ、あそこでしょ、あっち側か、OK。あっち側か。やっとホラゲ配信見れた。あー、みやさんありがとうございます。いらっしゃいませ。はい。頑張ってますよ。これさね、僕さ、解除しようとすると変に死んじゃうんで。やられました。いやー、お前待ってよ。いやー、無理だな、ついてきてんな。もう通ります、すいません、通ります。あー、もうここも通ります。もう通ります。 OK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 。 いや、今回明るいんで助かりますね。で、あそこに近づきたいんですよ、とりあえず。いやー、しつこいな。全部避けました。はい、ジョセフの前に自分の心配しろって話ですよね。すいません。なるほど、分かった。敵は無限に出てくる感じですね。だから別に雑魚敵は倒す必要ないんだ。とりあえずゴンドラのやつらを倒すことに集中して。 OK。 で、スナイパーライフルはそのためのものですね。やばい、これさ結構きつい。え、こっから行ける、もしかして。ゴンドラを全滅させれば塔に入れます。あ、これこっから行けるでしょ、これ。じゃあ次のターンで行きます。とりあえずゾンビがいないから行け。これね、スナイパー結構難しいんですよね。敵さえ来なきゃ。OK、完璧。押し出しされずに進めます。残っているゴンドラを破壊しましょう。はい。あ、すげえ。あ、なるほどね、こういうことね。で、難しくない、これ結構。ゴンドラが開く位置まで移動？ここじゃ開かないですかね。とりあえずこっち行こうか、ジョセフ君。こっちに逃げようか。まだ3つあるんだ。結構、いやー、待って、来ないで、いやー、待ってね、お前なんか頑張ってる暇ねえんだ、これ。ダメ、お前、強えな、マジで。お前、マジで強えな。やっぱ、あれだわ、信頼できる相棒だわ。え、なんでこんな群がってんの、ここに。ここでしょ。ここ、いや、待って、おー、危ない。全部壊した。すごいアングルでしたね、今。で、とりあえず、あ、待って、こっちじゃない。あ、追い込まれちゃった。なんかマツコ・デラックスみたいなやつになってるな、ほんとに。で、これ、こいつをうまいこと使って、で、OK。で、こいつをこっちに戻して、OK。で、ハンドガン、OK。で、こっちに、あ、待って、 OK、OK。で、これでスナイパー倒す時間できたんじゃない。あ、こっち、あいつね、オッケー。あ、ちょっと待って、次のターンで。大丈夫ですか。はい。は、どれ、これ。いや、違うじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、いやー、弾がないな。しかもこれがやっと一発しかない。
なんだよお前。オッケー、頭を狙って。ね、それで死んでくんないかな。すげえ。あ、ジョセフに気を取られてる。今のうちに僕が。あんま時間かけないで。うん、ちょっと待って、これね、オッケー。早く、赤、入れて。いやー、待って。オッケー、間に合った。ね、こっち行きます。で、いやー、待って、これどうしたらいいんだろう。で、今、2つ倒しましたよね。で、いやー、これ厳しいな。いや、でもね、2発倒しただけね、まださっきよりは成長見せれたかな。そうだ。あ、ちょっと、僕が登りたいんで登らせて。ちょっと待って、あと3つでしょ。あと2つか、OK。ほんとね、もう、ジョセフと完全に別々になっちゃいますね。あの2つは開ければいいから、こっちはもう敵だらけなんで。てか待って、ね、これさ、ジョセフの体力にも気使わないとダメですよね、完全に。ちょっとね、この辺で1回体力回復させる。一回走れるようにならないと。あー、ごめんね、待ってて。じゃあ、あそこ戻ります、女性のとこ。一回敵を離して。OK。で、注射器とかない?注射器ないね。女性のとこ。あ、いた、ここか。OK。待ってろ、女性。あ、女性じゃなかった。あれ?あ?あ、おい、だい、今度こそじゃあ、女性。お前、強すぎね。やばい、一緒にやられちった。お前つれえな。ジョセフ、ほら俺のジョセフに。あ、オッケー、ヒヒヒヒヒヒヒ。じゃあジョセフ君回復するか。ちょっと待って、でこの辺の敵は全部ジョセフに任せて、で僕はちょっと一回体力回復させて。動けません。ちょっと待って、ジョセフがやられ、ジョセフがやる。いけ。じゃあちょっと、あ、一回こいつに火をつけて、で、オッケー。おい、行ってこい、お前。大丈夫ですか?行ってこい、お前。お前、楽しい。お前、強すぎだろ。で、僕が一回体力を回復して、で、行ってこい、おい、いいね、行ってこい。おい、もう一回。ピンチになったら射撃、援護射撃。ジョセフ君こっちがやばい。ジョセフ君で僕はマッチに火をつけるお仕事なんで、はい。で、ジョセフ君一緒にこいつら倒そう。一回倒そう。え、強っ。え、待って、ジョセフがさ、冗談じゃない強さなんだけど。とりあえず、いろいろと武器を、あ、松明手に入りましたね。で、これでスナイパー行きます。あ、で、これで。ほら、逃さねえ、ほら。いい感じじゃないですか、今回。で、いい感じ、ジョセフ君、いいよ、こっち来よう。あ、これさ、罠使えんじゃない、これ。トラップ解除しといた方がいいです、ボーガーの素材集めて。あ、了解です、はい。俺のジョセフ、ナイスコンボ。ありがとうございます。ジョセフ、ナイスコンボ。はね、なんなの、このさ、竜神のさ、やられ方。いやー、待って、死ぬの、そこで。てかこれあれですよね、なんかさ、いかに雑魚敵無視して戦えるかですよね。いやこれあれだな、4つ集めるのきついな。ぴょんさんのホラーゲーム初めて見た。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。いつもこんな感じでやってるんで、はい。ちょっと待って、うおー、びっくりした。あ、おめんかよ。とりあえずね、こいつがね、マジで強いんで、あ、これこっからいけるね。これ、こいつはこっからいけるんですよ。あ、一発当たっちゃった、まあいいや。どこだ?分かってます。OK。で、ここに隠れる。OK。今、天国さんのシャオにボコられて合計に落ちた。あ、マジで?はしご周りいると絶対捕まるのね。あー、なるほどね。そういうことか。ありがとうございます、宮田さん。次行きます。ここね。いや、で、こいつをここに移動させて、とりあえず。あ、OK、あそこね。いや、来てるじゃん。やっぱね、こいつら倒さないとダメですね、絶対。
ジョセフも一緒になってきてるし。いやーもったいない。いやーもっとまとめれた、もっとまとめれたよね。ちゃんと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 、で、銃がないよ、銃がない、いや銃がない、いやもう何の意味があったの今のに。お、すげえすげえ、これどうすんの、どうすんのこれ。あ、これ、あ、なるほどね、この状態で火できるんだ。で、ちょっとね、とりあえずハンドガンで、ちょっと待って、ジョセフ君ちょっと頑張って。一回僕はあのライフ、スナイパーに、スナイパーしたいから。お前ちょっとね、そっちで戦っといて、ちょっとお願いだから。めっちゃすぐできてんじゃん。もう僕銃ないんですよ。一回ジョセフに任せろ。ジョセフに任せろ。お前どこ行くの、どこ行くの。一回、そう、ジョセフ君にやらせろ。一回。オッケー、いいぞ、お前行け。ねえ、ジョセフ君こっちが2台来ちゃった。ジョセフ君。ジョセフ君倒して。うわ、強え。マジで強え、こいつ。オッケー、ね、そいつ、ほら、そっちにも来て、ほら。で、僕が松明を手に入れたんで、これで僕も1体倒せますね。ね、オッケー。見て。あ、間違えた。あれ松明、あ、松明あった、松明あった。で、火をつけるのを忘れずに。で、これで僕が。あ、ちょっと待って、こんなんでいいんすかね。あれどこだっけ。で、あそこでしょ。で、敵はどうなってる、敵の状況。あ、OK、OK。で、左で。いや、もったいない。こういうとこですよね。一回こいつにやらせて。あ、OK。はい、手当て。僕手当てする仕事なんで。はい。ちょっと待ってごめんね。解除します。あ、ちょっと待って。いや。OK。で、ちょっと待って。一回待って。君を手当てするから。OK。で、僕も体力回復して。大丈夫ですか？いや、どんどん出てきますね、これ。あ、これ、こいつらが出てくる前に、あれなんですね。あれって。どうしようか。とりあえず、OK。ハンドガンの弾を取って、でどうしようか。ちょっと一回あれ、体力回復させますね。いけ、ジョセフ、お前そこじゃねえよ、どこ見てんねん。いや、ここは僕が、自ら手を。OK。え、違う。OK。ね、とりあえず、そんな相手しなくていいや。トラップの解除ね、難しいですよね。行くよ。はい、あーだっ。首からすごいの出てる。ジョセフ、こいつ斧の変身。くれるんだと同じ。ごめんなさい、コメント欄全然見てなかった。てかさ、ここさ、めっちゃさ、時間かかりそうなイメージなんだけど、まださ、2つしかさ、マックスいけてないもんね。ちょっと待って、とりあえずこれで一番右があれするでしょ。とりあえずこれゴンドラを全滅させれば塔に入れます。いやー、もう下手すぎる、もうごめんなさい、下手。一回もトラップ解除できない。そうなんだな、僕あのトラップ解除できるの結構致命的ですよね、すみません。いやー、きついな。出番なし。いや、でも今日もホラーゲーム実況楽しいですね。はい。とりあえず、あれだ。一回これ隠れ。で、これ。やば、今見ました？また出番なし。難しいなぁ。
ヤッホー。あ、みやびさん、みやびさん、ちょうど待ってたよ、待ってたよ。ちょっと待って、このステージが来るわけ。で、一回ここで隠れ、OK。で、タイミングを見て、出る、外に、OK。で、これだよね、これだよね、これだよね、OK、OK。ゆっくり行く、OK、OK、完璧。で、これで隠れる、OK。で、これさ、こっちでいいのかな、これ。じゃあさ、残りの2つをさ、開ける場所が分かんない、正直。どこに行ったら開けれるの、これ。一回体力取る。ここだと真ん中のが開くんだね。で、真ん中のところに行くには、どこに行けばいいんだろう。一回こいつらはこれで。オッケー、いいね。あ、今良かったんじゃないですか、今の。で、このデブがいるから、で、スナイパーライフル、ハートボルト。で、これめっちゃ強いんですよね、これ。これめっちゃ強いです、これ。あ、ジョセフに任せよう、ここは。ここは弾の節約で、ジョセフに任せよう。ジョセフに。どこ行った、あいつ。このボブは僕がやります。で、マッチ。OK。で、このままあれですね。入りますね。スナイパー。スナイパー回転しますね。どこだこっちだ、こっちだ。OK。で、これで。いや、僕も上手になりましたね、でも。で、多分、あ、これ、火つけてみますね。で、これ、残りの2つをどうやって開けるかなんですよね。下手すぎ、すみません。うわ。なになになに、お前強えな、マジで。なん、あ、待って、行こう、はい、オッケー、危ない。で、これで、そう、武器を手に入れたから、武器を手に入れて、ちょっと待って、ジョセフ行ってこい、お前。あ、オッケー、ここは僕が助ける番だ、俺のジョセフに会いすんだ。やばいな、敵が多いですね、ちょっと敵が多いですね。ちょっと待って、いや、待って、ジョセフ君回復させ、ジョセフ君を回復させてあげて。感謝します。オッケー、とりあえずこれでこいつ戦いますね。待って、オッケー、ナイス。で、僕はジョセフ君を回復させるのが仕事なんだ。はい、オッケー。無双してる、ジョセフ。待って、お前一回回復させるから。どこ行った、はい、どこ行った、ジョセフ。あれだね、マッチがないね。ちょっとね、いや、待って、一回ジョセフ君で、ショットガンで、これ、おお、初解除、ありがとうございます。はい、下手すぎなんで僕、一回ジョセフ君を回復したいんですよ。ジョセフ君を回復したいんだけど、ほら、俺のジョセフに。オッケー、行ってこい、オッケー。あ、いける。で、なんかいろいろ手に入れましたね。ちょっとここで一回ハンドガン、ショットガン、スナイパーライフル、ショックボルトで、なんか、あ、これが使えるね、ハープンボート。これ作っとこうか。で、OK。で、残りの2つが、待って、出てきてんじゃん。残りの2つが、あれ、残りの2つを開ける位置で、かつ、そう、かつね、ちゃんと狙える高さにある場所を探してるんですよ。で、とりあえずこっち、やっぱこっち行ってみようか。あ、開いた。あ、こっから狙いますね。いや、待ってね、きついって、それはマジで。ジョセフをいかに使うかゲーですね。そうですね、待って、あのワンパンマンね、このゲームさ、ワンパンすぎるんだけど、本当にすいません、なんか今日もこんな感じで。とりあえず真ん中から練習しようか。あれ、今のひどいですよね。とりあえず一回真ん中から練習します。一回、いや、待って、違う、
できなかったな。とりあえず塔に入るところまでですね。ぴょんちゃん銃撃つの上手いから F。 あ、マジでありがとう。いや全然上手くないよ本当に。 OK 来た。 OK いいね。撃たせすらしなかったんじゃないか。あ、撃ってるか一応。え、ここ、この辺が怖いんだよな。とりあえず今まで通り進めますね。はい。で、とりあえず、こっちに行って。逃した。まあいいや。ちょっとね、ちょっと邪魔。やばい、口出しになる。ちょっと待って。一回ね。アープンボルト。オッケー、電気ショック使おうか。とりあえず口出しにならない方が先決ですね。まずね。一回こいつらを、殲滅しつつ。待って。いや、きつい。とりあえずこいつの待って。大丈夫ですか？オッケー。ね、火つけたけど、まだ口出しが終わんない。オッケー。いやー、間に合わなかった。いけ、ちょっと行け。いやね、この口出しが、オッケー、ナイス。オッケー、で、これで燃やしとく。で、松明は取っといて。で、とりあえずあいつを倒そう。どこだ？あ、あそこね、オッケー。ダメだ、簡単じゃない、きつい。あ、とりあえずオッケー、結構倒したみたいですね。オッケー、で、これで。オッケー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 。え、で、一回僕の体力を回復させます。おい、ちょっと、いけ。ははははは。今のうちからそんな弾使ってん、え、ダメなのこれ。でもさ、きついんだけど結構。これ何あれ、結構さ、いかにさ、弾を節約して攻略できるかみたいなとこあるの。一回ちょっと走れるぐらいの体力になってこないと危険なんで。はい。OK。で、ジョセフ回復しとく一応。OK。いいよ、行っとくか。頑張れ。あ、マジか。で、トラップ解除。いくよ。はい、オッケー。で、これで取っといて。OK。で、あ、注射来てんじゃないか。あ、でも体力回復してからのがよかった、これ絶対。まあいいや、とりあえず。で、2個目の弾がね、ここで攻撃できるんですよ。どっちだっけ？待って、ちょっと、助けに行かないと。ジョセフ。どこ。オッケー。大丈夫か、ジョセフ。いやー、待って。ジョセフ。大丈夫か？いけ。大丈夫ですか？いや、僕がちょっと大丈夫じゃないですね。あ、これでやられるんだ、あいつらも。ジョセフを回復させて、オッケー。ちょっと一回隠れるのがいいですね。で、いけ、ジョセフ。で、やばい。間に合った。オッケー、あそこね。で、ここは僕の仕事です。早く開けよ。早く開けよ。はい、なんで開かないの？スニークキル。できないか。え、なんでここさ、開かないの？開かなくなったよね、急に。あいつ、こっから狙撃してきてるのは汚いやつだよね。え、待って、なんでさ、これさ。橋じゃないと開かない。あ、そうですね。なるほど。ボルトはなるべく使わない方がいいです。ボス戦が楽に。あ、なるほど。了解です。え、でもさ、これきつくないかな、ね、
ね、これさすぐ見つかんないんだよなこれ。いやすぐ撃ちたいんですけど、できれば。見つかんない、ダメだダメだ、見つかんない、ダメだ、見つかんない。オッケー、オッケー、ラスト1個、ラスト1個はどこで撃ってばいいんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと一回ね、ジョセフ君と。いやー、僕まで食らっちゃったな、ダメだよ、それじゃ。ね、一回こっちは殲滅しよう。ショットガン。で、もうライフル1個しかないし、もう。やっぱジョセフ君に頼るしかないね。オッケー、行ってこい、行ってこい。いやー、こっちにもいるしね。ゾンビがキリない。で、これ、これ、ちょっとどいて。これなんだ、何手に入れたの。とりあえず残り1個が、残り1個の場所が分かんないんですよ。こっちで開く、真下で開いた、 OK です、ありがとうございます。ただ1回体力回復させた。 OK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 、 ちょっと待って、敵来てるけど、あ、うまいか。 OK、 真下ですね、了解です、ありがとうございます宮田子さん。あ、 OK、 ちょっと松明同士勝負しようぜ、1回ここで。あ、待って、1回ジョセフに任せる。オッケーオッケーオッケー、まあいいや、まあいいや、一回一回、一回ちょっと真下ですね。あ、これですね。え、これでも難しいですか、かなり。え、これどうしたらいいんですか、でも。ちょっと待って、ちょっと待って、考えさせて。え、これ最後どうしたらいいんですか、これ真下。さすがにここからじゃ狙えないでしょ、だって。え、無理だよねこれ。無理だよね、これだって。これ何、どうすればいいのこれ、最後。これ角度無理ゲーですよね。あ、これなんか怪しいね。あ、これじゃない、これじゃない、ここで開くでしょ多分。で、ここで開いた隙にこれでこうでしょ。 OK、 待って待って、一回こっちで何とかしないと、これ一回何とかしないとダメだね。で、あと弾が一つしかないんで、ね、こいつマジで邪魔なんだけど。あ、注射器見つけた。で、注射器やっといて。こいつらマジで邪魔なんだけど。 OK、 うん、ヘッドショット。で、これで、ね、待って、ボス戦ってボスとやるのこれ。あ、なるほどね、これね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、分かった、分かりました、ありがとうございます、はい、あ、OK、 あそこね、 OK、 ここね、 OK、 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 嘘でしょ。え、待ってね、弾なくなっちゃったんだけど。あ、これ、これ弾、弾でしょこれ。え、ね、待って、ごめん、弾なくなっちゃったんだけど。え、ここにスナイパーライフルの弾ってありますかね、このあれに。どっかありますかね。一回弾探しに行かないとダメだ。たまたま。これなんだ。ああ、弾がなくなっちゃったんですよね。これ、え、これありますかね、弾。下とかにある。これ弾ないとさ、きついんだけど、結構。あ、なんかいろいろ落ちてるね。あ、なんかレバーとかありますね、この辺に。ハンドがいらないんだよな。ナイス、ありがとう、ありがとうなんだけど。これ何、これ何、これ何、これ何。え、何それ今知ったんだけど。とりあえずあそこ行ってみますね。とりあえず、あ、ジョセフ君か。何、今さら、え、超今さらなんだけどこれ。弾どこかにあります、ありがとうございます。はい、ちょっと探してみます。てかさっきのところ、あ、てかなんか、え、ショットガンのさ、スナイパーのさ、弾が欲しいんだよ本当に。どこ行けばあるの。とりあえず、あ、でも弾の収集にもなるしね。こいつさっきからあれなんだよ、邪魔してくるやつだもん。え、どこだっけ確か。ちょっと一回場所を探そう。どこだっけ。とりあえずいろいろ弾落ちてんで、それは取りつつの、あ、あそこか。 OK です、 OK です、 OK です。 でとりあえず、とりあえず引いてみよう。
うわ、何これ、意味あったのこれ、敵を増やしただけじゃね、これ何、何か意味あったのこれ。オッケー、やばい、体力切れちゃった、ちょっと待って、死にたくない、オッケー、で、この辺で、ショットガンの弾。で、これで松明が手に入るんで。治療、OK。ちょっと待って。ジョゾクの治療。え、ね、てかさ、これさ、レバーさ、開いた意味あったの ?OK、やろうぜ。OK。外れ。あ、外れとかあるんですか?一応なんか、アイテムとかないの?で、弾薬ないの?弾薬。弾薬欲しいんだけど。あ、てか、え、てかさ、スナイパーライフルもう手に入れてんじゃん。あれ?手に入れてないか?違うか?ショットガンか。もうジョセフをいかに倒す、行かせるかゲーですね、これ完全に。あ、なんか落ちてましたね。大丈夫ですか?まだ、あれなの?スナイパー手に入んないの?で、反対側行きますね。こっちが、え?なんかこれ1回しか引けないの?え、結局どこにあるの?弾。あ、なんか脳汁落ちてますね。オッケー。で、ついでに、あと、斧と、僕、松明の方が使いやすいんで、松明持ってきます。で、1回体力回復しといて、で、敵を倒したら出てくるのかな、ね、あと1個なんですよ。あと1個やるために、そう。そのあと1個のために、そうなんですよね。弾どこにあるの本当に。え弾どこかにあります。どこにあるんですか。こういうの中に入ってます。あ、危ねえ。こんなとこ死にたくない。とりあえず下降りますね、この。え、てか、敵結構倒したよね。あれ、でもさっきの外れだったっぽいですね。ここ来たのかな?あ、ここ来た道か。何?ここに最初来たところに、たまたま。やば、マジで、マジで、こいついんの?え、待って、ねえ、無理なんだけど。もう一回エンジンかけれるのかな?探索しましょう。すいません。てかさ、これさ、外しちゃダメじゃない?これ。いや、結構今回も苦戦してますね。すいません。はい。で、弾の位置をね、なんとか見つけないと。待って、一回確認させて、4つあるんでしょ?ってことは一発だけ外せるってことでしょ ?OK。待って、そこまで気付かないといけないの、このゲーム。え、きつくね?ゴンドラを全滅させれば、塔に入れます!OK。で、まず一回ここで。いや、待って、ごめん、下手すぎる、僕は。すいません。やべえさ。で、反対側行きます。残っているゴンドラを破壊しましょう。ここで、ね、ここですね。あー、やばい、スタミナ切れちゃった、スタミナ切れちゃった。 OKOKOK。 外せない。 OKOK。 いいね、効率よくなってきた。で、次は橋の上行きますね。いいね、効率よくなってきたよ、ちょっとずつ。で、行く、はい、オッケー。で、こっち行こうか。で、ここでね、敵殺せるんですよ、これを利用して。そう、で、反対側行って。いや、ちょっと待って、まだ来てる。あ、待って、お前、毎回それになるのか。ピョンちゃん SR 使うの前のやつ、ね、ありがとうございます。で、一回ジョセフを待って、これさ、起き上がりのさ、これはずるいでしょ。ちょっと待って、一回ジョセフを助ける。あー、ちょっと待って、体力切れちゃった。ジュンって体力切れちゃった。
ってない。 OK、 ジョセフを助けて、ね、後ろ来て後ろ来て後ろ来て、早く早く早くして早くして早くして、もう時間ないよ、早くして。大丈夫か、お前が大丈夫かね。え、ちょっと、ね、通れない通れない通れない、いやー楽しいな、手応えありますね本当に。こいつもう一回エンジンかけれるのか。あー了解です。じゃあ次エンジンかけて左やってみますね。 OK です、ありがとうございます。すいません、諦めないです僕は、はい、諦めない。いやーすいません、なんか夜中なのに付き合っていただいて、今日はなんかどっちかっていうとなんかあれですね、なんかホラーゲームっていうよりサバイバルゲームって感じですね。いい、待って、ごめんなさい、いい加減ね、ごめん、違うの、ほんとさ、ね、ほんとに頑張ってんのね。僕もね、クリアできたらしたいですよ。はい。ね、そろそろあれかな、鉄拳7のボーリングもあれになったのかな。はい、すいません。敵の数が多いときは地形を利用して、OK。はい。ゴンドラを全滅させれば塔に入れます。え、待って、え、待って、はっ、ごめん、やり直したいんだけど、もう一回、なにそのあれ、待って、あれさ、ゴンドラがさ4つしかないんですよ、で3弾が3つしかないんですよ、これどうしようかな、だからちょっとなんかもう積んでね。もうあのすいません、この段階で積んでるんですけど、いやーごめんなさい、ね、ちょっと待って、1回もう、SR 使うの下手すぎか。下手すぎですね。じゃあどうしようかな、すいません、じゃあ今日この辺で終わりにします。もう1時間半やってんでね、いいでしょ。まあでも言ってもね、あと一つなんで、はい、はい、頑張りたいと思います。じゃあね、今日もね、そうそうね、鉄拳ボーリングダウンロード始めたいんで、はい、すいません、今日も不甲斐なくて申し訳ないです。次からはね、はい、次から大丈夫なんで、はい、なんか長い間全然進まなかったのに付き合っていただいてありがとうございます。じゃあね、今日この辺で終わりにします。すいません、ヤビさん、ごめんなさい、下手すぎて、完全にね初見プレイなんですもん、なんて初見でこの難しさは無理ですよ。まあでもね、今日もなんだかんだ楽しかったんでね、はい、あ、お疲れ様です。はい、じゃあ今日もねご視聴ありがとうございます。じゃあまたよかったら見てください。はい、じゃあ失礼します。ちょっと待って、一回ジョセフを助ける、ジョセフを助ける、あー、ちょっと待って、体力消えちゃった、ジュンって体力消えちゃった、OK、 ジョセフを助けて、ね、後ろ来て、早く早く早く、早くして、もう時間ないよ、早くして。大丈夫か、お前が大丈夫かね。え、ちょっと、ね、通れない、いやいやー楽しいな、手応えありますね本当に。こいつもう一回エンジンかけれるのか。あー了解です。じゃあ次エンジンかけて左へやってみますね。 OK です、ありがとうございます。すいません、諦めないです僕は、はい、諦めない。いやーすいません、なんか夜中なのに付き合っていただいて、今日はなんかどっちかっていうとなんかあれですね、なんかホラーゲームっていうよりサバイバルゲームって感じですね。いい、待って、ごめんなさい、いい加減ね、ごめん、違うの、ほんとさ、ね、ほんとに頑張ってんのね。僕もね、クリアできたらしたいですよ。はい。そろそろあれかな、鉄拳7のボーリングもあれになったのかな。はい、すいません。敵の数が多いときは地形を利用して、OK。はい。ゴンドラを全滅させれば塔に入れます。え、待って、え、待って、はっ、ごめん、やり直したいんだけど、もう一回、なにそのあれ、
で待ってあれさゴンドラがさ4つしかないんですよ。で3弾が3つしかないんですよこれ。どうしようかな。ちょっとなんかもう積んでねもうあのすいませんこの段階で積んでるんですけど終わった。いやーごめんなさい。ねちょっと待って一回戻すね。待って SR 使うの下手すぎか下手すぎですね。じゃあどうしようかな。すいません。じゃあ今日この辺で終わりにします。もう1時間半やってんでね、いいでしょ。まあでも言ってもねあと一つなんで、はい、はい、頑張りたいと思います。じゃあね今日もねそうそうね鉄拳ボーリングダウンロード始めたいんで、はい、すいません。今日も不甲斐なくて申し訳ないです。次からはね、はい、次から大丈夫なんで、はい、なんか長い間全然進まなかったのに付き合っていただいてありがとうございます。じゃあね今日この辺で終わりにします。すいませんみやびさんごめんなさい。みやびさんちょうど待ってたよ待ってたよちょっと待って、このステージが来るわけ。で、一回ここで隠れる。OK。で、タイミングを見て、出る外に。OK。で、これだよね。これだよね。OK。OK。ゆっくり行く。OK。OK。完璧。で、これで隠れる。OK。で、これさ、こっちでいいのかな、これ。でもさ、残りの二つをさ、開ける場所がわかんない、正直。どこに行ったら開けれるのこれ。一回体力つく。ここだと真ん中のが開くんだね。で、真ん中のところに行くには、どこに行けばいいんだろう。一回こいつらはこれで。いや、待った。オッケー、いいね。あ、今、良かったんじゃないですか、今の。このデブがいるからでスナイパーライフルハープンボルトでこれめっちゃ強いんですよね。これめっちゃ強いです、ね、これ。あジョセフに任せよう。ここは弾の節約でジョセフに任せよう。ジョセフに どこ行ったあいつ。このボブは僕がやります。でマッチ OK でこのままあれですね入りますね。あのスナイパー回転にします、ね、どこだこっちだ OK でこれでいや僕も上手になりましたね。でもで多分あこれ火つけてみます、ね、でこれ残りの2つをどうやって開けるかなんですよね。下手すぎすみません。うわなになにお前強えなマジでなあ。待って行くよはい OK 危ない。でこれでそう武器を手に入れた。武器を手に入れたから武器を手に入れてちょっと待ってジョセフ行ってこい。お前あ OK ここは僕は助ける番だ。俺のジョセフに会いすんだ。OK やばいな敵が多いですね。ちょっと敵が多いですね。ちょっと待って違う。いや待ってジョセフ君回復させ、ジョセフ君回復させてあげて。感謝します。 OK とりあえずこれ。いや待って死ぬのそこで。てかこれあれですよね、なんかさ雑魚的無視、いかに雑魚的無視して戦えるかですよね。いやこれあれだな、4つ集めるのきついな。ぴょんさんのホラーゲーム初めて見た。あ本当ですか、ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。いつもこんな感じでやってるんで、はい、ちょっと待ってうおびっくりした。あ、お前かよとりあえずねこいつがねマジで強いんで、あこれこれこっからいけるね。これこいつはこっからいけるんですよ。あ一発当たっちゃダメや。どこだ、分かってます。 OK でここに隠れる。 OK
け。今天国さんのシャオにボコられて合計に落ちた。あ、マジで。はしご回りいると絶対捕まるのね。ああ、なるほどね。そういうことか。ありがとうございます、宮田さん。次行きます。次に行きます。ここね。いや。で、で、こいつをここに移動させて、とりあえず。あ、OK、あそこね。来てるじゃん。やっぱね、こいつら倒さないとダメですね、絶対。ジョセフも一緒になってきてるし。いやー、もったいない。いやー、もっとまとめれた。もっとまとめれたよね。ちゃんと。銃がない。いや、もう何の意味があったの今のに。お、すげえ、すげえ。これ、どうすんのこれ。あ、これ、あ、なるほどね。この状態で火できるんだ。で。ちょっとね、とりあえずハンドガンで、ちょっと待って、ジョセフ君ちょっと頑張って。一回僕はあのライフ、スナイパーしたいから。お前ちょっとね、そっちで戦っといて、ちょっとお願いだから。ちょっとできてんじゃん。もう僕銃ないんですよ。一回ジョセフに任せろ。ジョセフの、お前どこ行くの。一回、そう、ジョセフ君にやらせろ。一回、オッケー、いいぞ、お前行け。ねえ、ジョセフ君、こっちが2体来ちゃった。ジョセフ君。ジョセフ君倒して。うわ、強え。マジで強え、こいつ。OK、ねえ、そいつ、ほら、そっちにも来て、ほら。で、僕が松明を手に入れたんで、これで僕も1体倒せますね。OK。見て。あ、間違えた。あれ松明、松明あった。で、火をつけるのを忘れずに。で、これで僕が。いや、ちょっと待って。あ、ジョセフ君を、あれか、鍵じゃねえ。鍵の解除に徹底させないといけないんだ。だから僕が、いや、これ待って、いきなりむずすぎね、これ。あ、注射器手に入った。注射器。いやー、こっからひどいですよな、ほんとに。いやー、きついって。今回やばいですね。ちょっとなんか、やばい予感がします。クリアできるか、カイペンさん。頑張ります。いやー、怖い。ちょっと待って、砂漠はもう見たくない。オッケー、ショットガン、ハンドガン。で、あいつらを、オッケー、これは大丈夫。これはできるね。で、この後どうしようか。この後もう一回ショットガン用意しとく。こっちの窓から奥入っていくんでね。せっかくの注射がひどいですよね。てか注射器落ちてるんですね、このエリア。いいことした。急げ。OK、で、ひ。これ以上食い止められん。え、何やられてんの？OK。結構調子いいんじゃない、今回。で、ハンドガンであのドラム缶で倒しましょう。で、一回、あ、ちょっといろいろ落ちてんね。ちょっと採取しとく。で、一回こっちにおびき寄せて、こっちにおびき寄せて、で、体力も回復してくる。OK、走れる。いやー、待って、それは来て。ちょっと、どいて。OK。大丈夫。OK、完璧。あ、どうせ、もらえられた。ごめんね。うわ。ちょっと今のうちアイテムをいろいろと、で、マッチも取っといて。え、まだ終わんないの、こいつ。開いた。ジョセフ君開いた。オッケー。開いた。ちょっと待って、開いた。行きます。で、ここで火がつくから、オッケー。で、これで巻いた。オッケー。とりあえずここはね、で、マインボールと手榴弾。あ、手榴弾使えるじゃん。で、ショットガン。このゲーム難易度おかしいな。本当ですよね。中段、次開幕使います。で、いろいろここで武器が入るんで、手に入るんで、はい。で、これなんだ。あ、で、フリーズボルトね。OK。
手榴弾久しぶりに使うから使えるかな、うまく。で、この辺ですよね、この辺ですよね。で、体力回復する、ついに。OK、どうぞ。これ難しいんだよね、結構。これあれどれだっけ、あ、あれか。これスナイパー難しいんだけど、結構、照準があれね。OK。これでしょ。いけ。で、これで、で、次、あいつらを。あいつら一回止めようか。なんて、いるじゃん、後ろに。なんでジョセフじゃなくて僕なんすかね。ジョセフ、いけ、お前が倒せ、お前が倒せ。あいつを倒せ、お前だ。お、いいね。いけ、いけ。なんで戻ってくる、お前何がしてんだ、なんでこっち戻ってくるんだよ、意味わかんねえよ、もうそれで。いやもう最悪や、もうこれやりたかったことが、やりたかったことが、一回あそこ取りに行けよ、待って、こう、いや違うんだよ、一回ここ取りに行けよ、ここ取りに行けよ、一回ここ、いやースタミナ切れちゃった、スタミナ切れちゃったなんかうまいこと言った。 OK、 でこれで無理だ。オッケー、いいね。だいぶまとめた。お前、ジョーセフ、お前。あ、そうだ、これで、あれだ。で、マッチで。で、あと1体。あと1体、こいつは、ハンドガンで。ハンドガンで十分でしょ。頭さえ狙えれば。いや、頭当たってるよ。弾切れか。ちょっと待って。えっとね。いや、もう弾がないな。ジョーセフ、あと頼む。ジョセフ受けましたね、さっき。で、たまたま。あった。これ何の弾。あ、オッケー、ショットガン手に入ったらいける。で、充電して。一回こいつが邪魔なんで。あ、オッケー、完璧。で、マッチに火つけて。で、ゴンドラを破壊ってどういうこと？スナイパーライフル？でもこれで直接狙っちゃっていいの？え？いや、無理。ちょっと待って、ジョセフさんどういうことですか？どういうこと？ゴンドラを破壊？どういうこと？これマジでわかんない。あ、まだいるんだ。なるほどね。どこにいるの？どこ。あ、あそこね。オッケー。なるほどね。じゃあそっち。いやー、またこうやって集まってきちゃったじゃん。オッケー。やられます。出ますよ。あ、オッケー。ジョセフ君待って。はい。待って、これさ、これだけさ、相手多いとさ、ちょっとさ、きついよね。で、これで、まとめてもらう。オッケー、あ、立ってるやつも。で、これで、スナイパーライフルで倒します。てかさ、めっちゃ敵倒してね。これだよ。ええな。これ、スナイパーですね。で、これ、隠れながら移動する感じですよね、多分。ジョセフゲーなんだけどね。オッケーオッケーオッケー。で、これで。あ、これ、こっから入る感じ？こっから入る感じでしょ？あれ、これいけないじゃん。え、どっち？とりあえず隠れながら。あれ？撃ってこないね。とりあえずどこ行けばいいんだ、これ。じゃあこれ、ジョセフ君守った方が良かったっけ？あ、こっちから行けそうだね。待ってね、これスタート地点戻ってね、これ。あ、ダメだ、見つかっちゃった。ね、とりあえずこっち行ってみよう。行くよ。は？何してんだよお前。動けない。何してんのお前。動けない。すいません。意味わかんねえよ。何に苦しんでたんだよ。今のバグですよね、完全に。何に苦しんでたんだよ、今の。ねえ、今バグですよね、完全に。やばい、意味わかんねえ。なんか一人でもだい苦しんでましたね。はい、すいません。とりあえずゴンドラ、あ、なるほどね、スナイプ、あ、なるほどなるほど、
ちょっとわかった。このスナイパーライフルで、本当だよ、本当ですよね。このスナイパーライフルであいつら、あ、間違えた。一発無駄にしちゃった。とりあえずあいつらの位置を、あれでしょ、多分。あ、そうだね。え、でもさ、あいつらをさ、狙撃できる位置に行かないといけないってことでしょ。ってなると、かつ敵に追われてなくてっていう。とりあえず上に上がっていこうか。そうだね。そんな怖くないね、あの。なんか、あいつらを狙撃するのにいい位置ないかな。あ、なるほどね。あいついけんじゃない、この位置から。ちょっと待って、一回このターンを待とう。あいつこっち狙ってきてるね。OK。あ、オッケーオッケー。残っているゴンドラを破壊しましょう。何？皆さん明るいですよ。さっきさ、めちゃくちゃ怖いさところでさ、3人ぐらい視聴者がいなくなったんですよ。ちょっと怖すぎましたね、さっきは。あ、弾落ちてる。アンドガン。オッケー、上限上げたんで、でこれで、まあここはハンドガンの弾だけかな。あの屋敷向かいますね、それじゃ。とりあえず明るいところではさ、ゾンビ出てこないですよ、さすがに。え、てかさ、もうここでプレイしたいんだけど。ね、ほら見てみんな、夕日ですよ。綺麗だなぁ。なんかあの、建物の周りを、なんか鳥が飛び交ってますね。一応ね、見落としのないように、ちょっとこういうね、ところもちょっと探索していきますね。そんな時間かけないんで、はい。いや、なさそうだね。行こうか。じゃあこっち、またなんかやらそうな屋敷ですね。え、これ何、あれさ、え、普通、え、ちょっと待って、一応銃だけセットしてく。え、これ何、普通にさ、こっちから入っちゃっていいの。 でも他に入り口ないしね。そうだよね。とりあえず入ります。てかさ、ジョセフとかってどこ行ったの。あ、ジョセフじゃん。お前何やってんの。ひどい頭痛が続いていました。頭が割れそうなほどの。はい、今もですが、それに慣れ始めてます。キッド見たか。キッドってあの女の子で、ね、気づくとここにいたんです。気を失っていた間、え、待って、これゾンビじゃねえ。ゾンビでしょ、これ。これゾンビでしょ。まずい、行くぞ。これゾンビパターンですね、絶対。あ、倒さなくていいのかな。え、てか明るいとこ取れんの、こいつ。あ、やっぱゾンビじゃん。うわ、こいつ絶対、今酒飲んでたでしょ、こいつ絶対今。ゾンビならまだいいや。あ、斧持って、はいはい。ジョセフ肌綺麗。よく見てますね。だね、そうですね、こいつには。ちょっと待って、この日なんか使えそうだね。 OK、 で数が多いな、マジか今回。え、数多くない。いや、今回初見クリアする、必ず。早く開けるんだ。うん、OKOKOK、 時間をください。クソ、ちょっと待って。あ、このドラム缶絶対使える。OK、 でで、このドラム缶をうまいこと使う。で、上に登って、OK。で、どんどん上に、あ、明るく、あ、外明るい。あ、助かる。え、見てください、外明るいですよ。皆さん、いいお知らせです。外明るいんですけど、これ外だよね。あ、外だ。皆さん、空ですよ。皆さん、空だ。嬉しい。もうね、もう暗いとこ行かなくていいよ、お前。あー、よかった。ちょっと恐怖から解放されましたね。皆さん空ですよ。みんなの大好きなお日様です。写真と同じ場所。おお、外よかったですね。安心しました。で、とりあえず、あ、これ何、これ
これちょっとこっち行ってみましょうか。なんかね、なんか明るいとこにはゾンビ出てこないよね、さすがに。なんか落ちてないかな、落ちてないね。 OK、 とりあえず上登ってちょっと探索がてら。皆さん明るいですよ。さっきさ、めちゃくちゃ怖いさところでさ、3人ぐらい視聴者がいなくなったんですよ。ちょっと怖すぎましたね、さっきは。あ、弾落ちてる、アンドガン。 OK、 上限上げたんで、でこれで、まあここはハンドガンの弾だけかな。あの屋敷向かいますね。それじゃあとりあえず明るいところではさ、ゾンビ出てこないですよ、さすがに。え、てかさ、もうここでプレイしたいんだけど。ね、ほら見て、みんな夕日ですよ。綺麗だな。なんかあの建物の周りをなんか鳥が飛び交ってますね。一応ね、見落としのないようにちょっとこういうねところもちょっと探索していきますね。そんな時間かけないんで、はい。いや、なさそうだね。行こうか。じゃあこっち。またなんかやらそうな屋敷ですね。え、これ何？あれさ、え、普通。え、ちょっと待って。一応銃だけセットしてくる。え、これ何？普通にさ、こっちから入っちゃっていいの？でも他に入り口ないしね。そうだよね。とりあえず入ります。てかさ、ジョセフとかってどこ行ったの？あ、ジョセフじゃん。お前何やってんの？ひどい頭痛が続いていました。頭が割れそうなほどの。はい。今もですが、それに慣れ始めてます。キッドを見たか？キッドってあの女の子で。気づくとここにいたんです。気を失っていた間。え、待って、これゾンビじゃねえ。ゾンビでしょ、これ。これゾンビでしょ。まずい。いや、もったいない。いや、もったいない、もったいない、もったいない。こういうとこですよね。一回こいつにやらせて。うっ。やられました。手当てを。あ、OK。はい、手当て。僕手当てする仕事なんで。はい。ちょっと待って、ごめん。ちょっと待って、ごめんね。カーチョします。あ、ちょっと待って。いや、で、ちょっと待って、一回待って、君を手当てするから。 OK。 で、僕も体力確保して。大丈夫ですか？いや、どんどん出てきますね、これ。あ、これ、こいつらが出てくる前に、あれなんですね。あれ、これ OK。 で、どうしようか。どうしようか。とりあえず、OK。ハンドガンの弾を取って、どうしようか。ちょっと一回あれ、体力回復させますね。OK、いけ、ジョセフ、お前そこじゃねえよ、どこ見てんねん。いや、ここは僕が、自ら手を。OK。違う。OK。ね、とりあえず、そんな相手しなくていいや。トラップの解除ね、難しいですよね。行くよ。はい、あーだっ。首からすごいの出てる。ジョセフつ、こいつ斧の変身がいるんだと。ごめんなさい、コメント欄全然見てなかった。てかさ、ここさ、めっちゃさ時間かかりそうなイメージなんだけど、まださ2つしかさマックスいけてないもんね。ちょっと待って。とりあえずこれで一番右があれするでしょ。とりあえずこれ。ゴンドラを全滅させれば塔に入れます。いやー、もう下手すぎる。もうごめんなさい、下手。一回もトラップ解除できない。そうなんですよね。僕あのトラップ解除できるの結構致命的ですよね。すみません。いやー、きついな。出番なし。いや、でも今日もホラーゲーム実況楽しいですね。はい。とりあえずあれさ、もう一回これ隠れ。
で、これ、え、やば、え、え、やば、え、今見ました？また出番なし、また出番なし。難しいなぁ。ヤッホー。あー、これ以上食い止められん。焦らないで頑張ってください。待って、これでどれだけ倒した？で、これで一回火につけて。いや、待って、いや、開いたら死んでる。ほんとっすよね。いやー、ごめんなさい。いや、やっぱ難しいな、このゲーム。どうしようかな。順番的にどうしようかな。一回あのドラム缶倒す、使って倒すのはいいよね。一回ドラム缶で倒して、ドラム缶は絶対使った方がいいですよね。で、結構ね、一回ハンドガンで、うまいこと水強さ。うわ、危ねっ。あいつ飛び道具ずるいでしょ、ね、このおばあちゃんさ、このおばあちゃん走り方怖いな。あの人の姿怖くない？一回こっちに集める、こっちに集める、一回こっちに集めて、で、そのまますぐドラムか。ちょっと待って、違う。いや、もう使っちゃう、これ。ダメ。 OK。 で、このままこいつら開幕がむずいですね。やっぱチャプター進んでいくと。これ以上引き止められる。焦らない。 OK、 いいんじゃない。あ、で、このままショットガン行きます。あ、ごめん。え、待って、いや、待って、来て。うわ、危ねえ。おばあちゃん、ジョセフ、まだかよ。早くして、そんな持たないよ、長く。で、どこ。あ、いた。あいたね。OK。あいた、行くぞ、ジョセフ。行くぞ。あ、なるほどね。じゃ、倒す必要ないんだ、全員は必ずしも。で、今、ハンドガンが4発。OK。OK。ちょっと武器、あ、この辺にいろいろ落ちてる。なんだ。え、なにこれ、新しい武器手にありましたね。フリーズボルト、敵に命中すると一時的に凍結させ、アガニクロスボウ専用特殊ガンマン。特殊な敵以外は凍結後粉々に壊れる。え、めっちゃ強いじゃん。これ絶対当てないとダメですね。で、ちょっとジョセフ君についていって、オッケー、こっちね。ちょっと待って、一回さ、体力回復させたいんだけどさ。え、ちょっと一回体力回復させますね。敵に注意しながら。オッケー。いや、来てるじゃん。ちょっと待って、これさ、あ、これまたこれ、またこれ、反対側行きます。残っているゴンドラを破壊しましょう。ここで、ここですね。あ、やばい、スタミナ切れちゃった、スタミナ切れちゃった。 OKOKOK。外せない。オッケー、いいね、効率よくなってきた。で、次は橋の上行きますね。いいね、効率よくなってきたよ、ちょっとずつ。で、行く、はい、オッケー。で、こっち行こうか。で、ここでね、敵殺せるんですよ、これを利用して。そう、で、反対側行って。いや、ちょっと待って、まだ来てる。あ、待って、お前、毎回それになるのか。ぴょんちゃん SR 使うの前のやつ、ありがとうございます。で、一回ジョセフを、待って、これさ、起き上がりのさ、これはずるいでしょ。ちょっと待って、一回ジョセフを助ける、あー、ちょっと待って、体力切れちゃった。えっとね、OK、ジョセフを助けて、ね、後ろ来て、早くして、もう時間ないよ、早くして。大丈夫か？お前が大丈夫かね。え、ちょっと、ね、どれな。いやー、楽しいな。手応えありますね、本当に。こいつ、もう一回エンジンかけるのか。
あ、了解です。じゃあ次エンジンかけて左やってみますね。 OK です、ありがとうございます。すいません、諦めないです僕は。はい、諦めないいやー、すいません、なんか夜中なのに付き合っていただいて。今日はなんかどっちかっていうとなんかあれですね、なんかホラーゲームっていうよりサバイバルゲームって感じですね。いい、待って、ごめんなさい、いい加減ね、ごめん、違うの、ほんとさ、ね、ほんとに頑張ってんのね。僕もね、クリアできたらしたいですよ。はい、ね、そろそろあれかな、鉄拳7のボーリングもあれになったのかな。はい、すいません、敵の数が多いときは地形を利用して、OK。はい、雑。ゴンドラを全滅させれば塔に入れます。え、待って、え、待って、は？え、これやり直したいんだけど、もう一回。なにそのあれ。待って、あれさ、ゴンドラがさ、4つしかない。あー、やばい、体力切れちゃった。ちょっと待って。ちょっと待って、いや、死にたくない。死にたくない。オッケー、オッケー。で、この辺で、ショットガンの弾。で、これで松明が手に入るんで。治療、治療、オッケー。ちょっと待って、ちょっと待って。ジョセフの治療。え、ね、てかさ、これさ、レバーさ、開いた意味あったの？オッケー、やろうぜ、やろうぜ、オッケー。外れ、あ、外れとかあるんですか？一応なんか、アイテムとかないの？で、弾薬ないの？弾薬。弾薬欲しいんだけど。あ、てか、え、てかさ、スナイパーライフルもう手に入れてんじゃん。あれ？手に入れてないか？違うか？ショットガンか。オッケー、ない。もう、ジョセフをいかに倒す、行かせるかゲーですね、これ完全に。あ、なんか落ちてましたね。大丈夫ですか？まだあれなの、スナイパー手に入んないので、反対側行きますね。こっちが、え、なんかこれ1回しか引けないの。え、結局どこにあるの弾。あ、なんか脳汁落ちてますね。 OK。 で、ついでにあと斧と、僕松明の方が使いやすいんで松明持ってきます。で、1回体力回復しといて、で、敵を倒したら出てくるのかな。あと1個なんですよ、あと1個、あと1個やるために、そう、そのあと1個のために、そうなんですよね。弾どこにあるの本当に。え、弾どこかにあります。どこにあるんですか、こういうの中に入ってます。あ、危ねえ、こんなとこに死にたくない。とりあえず下降りますね。この、え、てか敵結構倒したよね。あれでもさっきの外れだったっぽいですね。ここ来たのかな。あ、ここ来た道か。ここに最初来たところに、たま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 、やば、マジで、マジでこいついんの。え、待って待って、え、ねえ、無理なんだけど。もう一回エンジンかけれるのかな、探索しましょう。すいません。てかさ、これさ、外しちゃダメじゃないこれ。いや、結構今回も苦戦してますね、すいません。はい、で弾の位置をね、なんとか見つけないと。待って、一回確認させて。4つあるんでしょ、ってことは一発だけ外せるってことでしょ。 OK、 でセーブしてきますよ。 OK。で、あ、間違えた。OK。で、あれでもさ、緑の薬さ、緑の薬取ってないからさ、パワーアップできないですよね、でも多分これ。とりあえず。700しかないか、じゃあ無理ですね。無理だ。でもあれですね、スナイパーライフ手に入れましたね。ってことは、あれ、近いうちボス戦あるのかな？多分ありそうですよね。で、とりあえずさっきの場所戻りますけど、どこだっけ？
これだよね多分。このこれ普通のガラスじゃん。あ、なるほどね。チャプターによってこの入り口出口が違う。おびっくりした。お前が、これ先進んでなさそうですね。一回弾の確認しますね。あ、注射器一応使っときます。なんか注射器どのタイミングで手に入れるか分かんないですよね。結構ハンドガン、ショットガン、スナイパーライフル、 OK。 一応ハンドガン持っといて、で、あれ、弾の補充はこのゲームすごい大事なんで。敵がいるかもしれません。はい、こっちか。でもちょっとこっちになんかないか、ちょっと確認。なんか地震、なになになに、なに、なになに、とりあえずこっち。OK、これスニークキルできるでしょ、久しぶりに。スニークキルできるじゃん。なに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 な
これ確認。オッケー、これで続けるね。とりあえずこれ、こいつは無視してっていうの、このボブは。ボブはいいや、ボブはいいや。で、これで、とりあえず、今回。オッケー、オッケー、オッケー。とりあえずもう、もう強行突破。あ、おの、おの、あああ、もうめちゃくちゃなんだけど、もう。とりあえずこれを解除。あ、うわい、終わった。ダメだなぁ、きついなぁ。これ左で合ってたのかな、今のところ。でも、いくらなんでも左敵多すぎですよね。じゃあ次右行ってみますね。オッケー。次右行ってみます。本当ですね。てかなんかあれ、僕ね、あの爆弾の解除めちゃくちゃ苦手なんですよね。あれどっちだっけ？あれどっちだっけ？あの鏡からいける？一回全校しないとね。OKOKOK。 ちょっとあいつ邪魔なんだけど、でこうなっちゃうな。でね、これね、走れなくなるとね、注射器敵がランダムで落とすんですけど、そうですね。 OK、 サンキューで OK、 一回ここで体力回復しますね。敵はランダムで落とすみたいですね。一回体力回復しよう。やばい。あ、これで向こうのゾンビは全員死ぬんだ。オッケー、なるほど。オッケーで、一回何が残ってる？フラッシュボルト。フラッシュボルトさ、使えるかな？あれだね、とりあえずね、僕がテンパっちゃダメだわ。オッケー。で、とりあえず、この辺のアイテムを取っておくでしょ。で、あれね、手榴弾さ、さっきあったよね。あ、フリーズボルトの説明ね。手榴弾はさっきあったんだけど、どこ行った？あ、注射器、オッケー、いいね。これでだいぶ体力に余裕が出てきてるんで、最初はハンドガンでいいや、とりあえず。で、とりあえずここ行きますね、また。で、落ちてるもんを、最初。あ、てか、ドラム缶移動させておくと便利かもね、これ。もしかしたら。ほら、こんな風に。そう、これでいいよね。で、あの辺落ちてくるから、ちょっといい感じに固まったタイミングで。こうなっちゃうな。いや、待って、そっちからも出てくる。で、ここで、いって。いや、待って、ダメージ甘すぎる。ちょっと待って、これクリアした。これでクリアした。ちょっと待って。OK、いいね。解除します。奴らを頼みます。OK、解除したの？文句言ってないで倒してください。さっきの前、待って、一回ごめん、一回ちょっとね、やばいから、フラッシュボルト一回牽制する。一回ちょっとフラッシュボルトを牽制します。で、これを移動させて、この間に、あれ、移動できない。待ってね、下手すぎるんだけど、ちょっと待って、落ち着こう。ちょっと待って、敵の数がちょっとさすがにやばいわ、これ。で、これをこいつをこの辺にやって、OK。で、ハンドガン。OK、来た。これ来たんじゃないですか、なかなか。で、ちょっとね、ごめん、弾惜しげもなく使っちゃうもん。で、ハープンボルトで、あ、違う、ハープンボルトじゃない。ちょっと待って、
これフリーズボルト一回使ってみますね。これあ、ジョセフ君邪魔してるあいつを一回倒しますね。あ、もうお前いやもったいないもったいない、お前強えな、お前でいいんじゃないの。で、あとハンドガンしかないですね。とりあえずそんな相手しなくていいや。トランプの解除ね、難しいですよね。いくよ、いくよ、はい、あーだっ首からすごいの出てる。ジョセフツ、こいつ斧の変身がいるんだと話しごめんなさい、コメント欄全然見てなかった。てかさ、ここさ、めっちゃさ、時間かかりそうなイメージあるんだけど、まださ、2つしかさ、マックスいけてないもんね。ちょっと待って、とりあえずこれで一番右があれするでしょ。とりあえずこれゴンドラを全滅させれば塔に入れます。いやーもう下手すぎる、もうごめんなさい、下手一回もトランプ解除できてそうなんですよね、僕あのトランプ解除できるの結構致命的ですよね、すみません。いやーきついな、出番なしいやでも今日もホラーゲーム実況楽しいですね。はい、とりあえずあれさ、もう一回これ隠れで、これやばっ今見ました、また出番なしまた出番なし、難しいなぁ。ヤッホー、あー、みやびさんちょうど待ってたよ、待ってたよちょっと待って、このステージは来るわけ。で一回ここで隠れ、オッケー、でタイミングを見て出る外に、オッケー、でこれだよねオッケーオッケー、ゆっくりオッケーオッケー、完璧で、これで隠れる、オッケー、でこれさ、こっちでいいのかな、これでさ、残りの2つをさ、開ける場所が分かんない、正直どこに行ったら開けれるのこれ。一回体力取る、ここだと真ん中のが開くんだね。で真ん中のところに行くにはどこに行けばいいんだろう。一回こいつらはこれで、オッケー、いいね、あ、今良かったんじゃないですか、今の。で、このデブがいるから、で、スナイパーライフル、ハープンボルトで、これめっちゃ強いんですよね、これめっちゃ強いです、これ。あ、ジョセフに任せよう、ここは弾の節約で、ジョセフに任せよう、ジョセフに。で、どこ行ったやつ、ちょっとあいつ邪魔なんだけど、でこうなっちゃうな。でね、これね、走れなくなるとね、注射器敵がランダムで落とすんです。そうですね、 OK、 サンキューで、 OK、 一回ここで体力回復しますね。敵はランダムで落とすみたいですね、一回体力回復しよう。やばいこれで向こうのゾンビは全員死ぬんだ。オッケー、なるほど。オッケーで、一回何が残ってる？フラッシュボルト。フラッシュボルトさ、使えるかな？とりあえずね、僕がテンパっちゃダメだわ。オッケー。で、とりあえず、この辺のアイテムを取っとくでしょ。で、あれね、手榴弾さっきあったよね。あ、フリーズボルトの説明ね。手榴弾はさっきあったんだけど、どこ行った？あ、注射器！オッケー、いいね。これでだいぶ体力に余裕が出てるんで、最初はハンドガンでいいや、とりあえず。で、とりあえずここ行きますね、また。で、落ちてるもんを選手。あ、てかドラム缶移動させておくと便利かもね、これ。もしかしたら。ほら、こんな風に。そう、これでいいよね。で、あの辺落ちてくるから、ちょっといい感じに固まったタイミングで。こうなっちゃうな。いや、待って、そっちからまで行くの。で、ここで、行って。いやー待って、ダメージやばすぎる、ちょっと待って、これクリアした、これでクリアした。ちょっと待って
オッケー、いい、いいね。解除します。やつらを頼みます。オッケー、え、解除したの？文句言ってないで倒してください。さっきの前、待って、一回ごめん、一回ちょっとね、やばいから、フラッシュボルト一回牽制する。一回ちょっとフラッシュボルトを牽制します。で、これを移動させて、この間に、あれ、移動できない。え、待ってね、下手すぎる、下手すぎるんだけど、ちょっと待って、落ち着こう。え、ちょっと待って、敵の数がちょっとさすがにやばいわ、これ。で、これを、こいつをこの辺にやって、オッケー。で、ハンドガン。オッケー、来た。これ来たんじゃないですか、なかなか。で、ちょっとね、ごめん、弾惜しげもなく使っちゃうもん。で、ハープンボルトで、あ、違う、ハープンボルトじゃない。ちょっと待って。これフリーズボルト一回使ってみますね。これ、あ、ジョセフ君邪魔してるあいつを一回倒しますね。あ、もうお前、いやー、もったいない。もったいない、お前強えな、お前でいいんじゃないの。で、あとハンドガンしかないですね。おー、危ねえ。で、一回頭狙いますか。あ、開いた。あ、こっから狙いますね。いやー、待ってね、きついって、それはマジで。ジョセフをいかに使うかゲーですね。そうですね。待って、あのワンパンマンね、このゲームさ、ワンパンすぎるんだけど、本当に。すいません、なんか今日もこんな感じで。とりあえず、真ん中から練習しようか。あれ、今のひどいですよね。とりあえず、一回真ん中から練習します。一回。いや、待って、違う。右が開くから、とりあえず塔に入るところまでですね。ピョンちゃん銃撃つの上手いから F、 あ、マジでありがとう。いや、全然上手くないよ、本当に。 OK、 来た。 OK、 いいね。撃たせすらしなかったんじゃない今。あ、撃ってるか、一応。この辺が怖いんだよな。とりあえず今まで通り進めますね、はい。で、とりあえず、こっちに行って、逃した、まあいいや。ちょっとね、ちょっと邪魔、やばい、口出しになる。ちょっと待って、一回ね、アープンボルト、OK、電気ショック使おうか。とりあえず、口出しにならない方が先手取れるかな。一回こいつらを殲滅しつつ、待って、いや、きつい。とりあえずこいつのマスク、大丈夫ですか。 OK、 ね、火つけたいけどまだ口出しが終わんない。 OK、 いやー、間に合わなかった。いけ、ちょっといけ。いやね、この口出しが OK、 ナイス。 OK、 で、これで燃やしとく。で、松明は取っといて、で、とりあえずあいつを倒そう。どこだ、あそこね、 OK。 あ、とりあえず OK、 結構倒したみたいですね。 OK、 で、これで OK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 。 で、一回僕の体力を回復させます。おい、ちょっと行け。ここに入ってんの、危ねえ、こんなとこに死にたくない。とりあえず下降りますね。このてか、敵結構倒したよね、あれ。でもさっきの外れだったっぽいですね。ここ来たのかな、あ、ここ来た道か。ここに最初来たところに、たまたま、やば、マジで食いついんの。え、待って、え、
ねえ無理なんだけど。もう一回エンジンかけれるのかな、探索しましょう。すいません。てかさ、これさ外しちゃダメじゃないこれ。いや結構今回も苦戦してますね、すいません。はい、で弾の位置をねなんとか見つけないと。待って、一回確認させて。4つあるんでしょ、ってことは一発だけ外せるってことでしょ。 OK、 待って、そこまで気ぃつかないといけないのこのゲーム。きつくね。ゴンドラを全滅させれば塔に入れます。でまず一回ここで、ここで、いや待ってごめん、下手すぎる僕は、すいません。やべえさ、オッケー、で反対側行きます。残っているモンドラを破壊しましょう。でここで、ここで、ここですね。あ、やばい、うん、スタミナ切れちゃった。オッケーオッケーオッケー。外せない。オッケーオッケー、いいね、効率よくなってきた。で、次は橋の上行きますね。いいね、効率よくなってきたよ、ちょっとずつ。で、行く、はい、オッケーオッケー。で、こっち行こうか。で、ここでね、敵殺せるんですよ、これを利用して。そう、で、反対側行って、いや、ちょっと待って、まだ来てる。あ、待って、お前、毎回それになるのか。ぴょんちゃん、SR 使うの前のやつ、ありがとうございます。で、一回、ジョセフを、待って、これさ、起き上がりのさ、これはずるいでしょ、ちょっと待って、一回ジョセフを助ける。あー、ちょっと待って、体力切れちゃった。本当ね。来てるじゃん。やっぱね、こいつら倒さないとダメですね、絶対。ジョセフも一緒になってきてるし。いやー、もったいない。いやー、もっとまとめれた。もっとまとめれたよね。ちゃんと。銃がないよ。銃がない。いや、銃がね、いや、もう何の意味だったの今のね。お、すげえ、これどうすんのこれ。あ、これ、あ、なるほどね、この状態で火できるんだ。で、ちょっとね、とりあえずハンドガンで、ちょっと待って、ジョセ君ちょっと頑張って、一回僕はあのライフ、スナイパーしたいから、お前ちょっとね、そっちで戦っといて、ちょっとお願いだから。めっちゃ強くできてんじゃん。もう僕銃ないんですよ。一回ジョセフに任せよう。お前どこ行くの。一回そう、ジョセフ君にやらせよう。一回 OK、 いいぞお前、行け。ねえジョセフ君、こっちが2台来ちゃった。ジョセフ君倒して。マジで強いこいつ。オッケー、ね、そいつほら、そっちにも来て、ほら。で、僕が松明を手に入れたんで、これで僕も一回倒せますね。オッケー、見て。あ、間違えた。あれ、松明あった。で、火をつけるのを忘れずに、で、これで僕が。あ、ちょっと待って、こんなんでいいですかね。あれ、どこだっけ。で、あそこでしょ。で、敵はどうなってる、敵の状況。あ、オッケー、ストップ。で、左ね。いや、もったいない。こういうとこですよね。一回こいつにやらせて。やられました、手当てを。OK、 手当てする仕事なんで、はい、ちょっと待ってごめんね。感謝します。あ、ちょっと待って、いや OK、 でちょっと待って、一回待って、君を手当てするから。 OK、 で、僕も体力確保して。大丈夫ですか。いや、
どんどん出てきますね、これ。あ、これ、こいつらが出てくる前に、あれなんですね。あれする。受けましたね、はい、ジョセフの前に自分の心配しろって話ですよね。すいません。なるほど、分かった。敵は無限に出てくる感じですね。だから別に雑魚敵は倒す必要ないんだ。とりあえずゴンドラのやつらを倒すことに集中して。 OK。 でスナイパーライフルはそのためのものですね。やばいこれさ結構きつい。え、こっから生きる、もしかして。ゴンドラを全滅させれば。あ、これ国会ゲルでしょ、これ。じゃあ次のターンでいきます。とりあえずゾンビがいないからだけ。これね、スナイパー結構難しいんですよね。敵さえ来なきゃ。オッケー、完璧。口出しされずに進めますね。残っているゴンドラを破壊しましょう。はい。お、すげえ。あ、なるほどね、こういうことね。で、難しくない、これ結構。ゴンドラが開く位置まで移動。ここじゃ開かないですかね。とりあえずこっち行こうか、ジョセフ。こっちに逃げようか。あの、まだ3つあるんだ。結構、いやー、待って、来ないで。いやー、待ってね、お前なんか頑張ってる暇あるねえんだ、これ。なんで、お前、強えな、マジで。お前、マジで強えな。やっぱ、あれだわ、信頼できる相棒だわ。え、なんでこんな群がってんの、ここに。ここでしょ。え、ここ、いや、待って、おー、危ない。全部こうした。すごいアングルでしたね、今。とりあえず、あ、待って、こっちじゃない。あ、追い込まれちゃった。お前、なんかマツコデラックスみたいなのいますね、本当に。で、これ、こいつをうまいこと使って、で、OK。で、こいつを、こっちに誘導して、OK。で、ハンドガン、OK。で、こっちに。あ、待って！ OK、OK。で、これで、スナイパー倒す時間できたんじゃない？あいつね。OK。あ、ちょっと待って、次のターンで。大丈夫ですか。はい。は、どれ、これ。いや、違うじゃん。ちょっと待って。いやー、弾がないな。しかもこれがやっと一発しかない。なんだよ、お前。OK、頭を狙って。ね、それで死んでくんないかな。あ、ジョセフに気を取られてる。今のうちに僕が。あんま時間かけないで。うん、ちょっと待って、これね。